今日は歯という字を書いてみましょう。まず一画目、上の方の真ん中に横画を書きます。二画目、中心よりも左側に短い縦画を書きます。三画目、中心よりも右側に短い左払いを書きます。四画目、四画目は長い横画を書きます。五画目、五画目は縦の中心に四画目に交差する縦画を短く書きます。六画目、六画目は五画目の右側に五画目とほぼ同じ長さの縦画を書きます。7画目、7画目は5画目と6画目の書き終わりを結びます。8画目、8画目は5画目から左側、6画目と同じぐらいの幅のところに書きます。で、右に折れ曲がってきます。9画目、9画目は1画目とほぼ同じ長さで書きます。10画目、10画目は縦の中心に縦画を書きます。最後止めます。11画目、11画目は9画目と10画目の交差したところ、ここから左払いします。12画目、12画目は9画目と10画目の交差したところ、ここから右払いします。ポイントとしては縦の中心を揃えましょう。5画目と10画目の縦画は縦の中心を通ります。あとは草冠よりもこの真ん中のこの世界の瀬という字がの横画が長くなるように、これが一番長くなるように書きましょう。1画目と9画目はほぼ同じ長さになるように書きましょう。あとこことここの間隔も同じです。で、上をあまり大きく書きすぎると下の木が小さくなってしまいます。なのでこのよという字も草冠もなるべく ぺったんこになるように書きましょう。